上野駅で、駅マトペの実証実験が開始しました。JR 東日本は、今日15日、上野駅で、駅マトペの実証実験を開始しました。視覚化装置、駅マトペは、ホームで流れる音を、AI がリアルタイムで判別し、手話や文字でディスプレイに表示する装置です。JR 東日本や富士通などが、川崎市立聾学校の生徒の提案で開発しました。実証実験を通じて、聴覚障害者をはじめとする駅利用者に対し、ダイバーシティへの相互理解の促進と、より安全、安心な鉄道利用の実現を図るということです。設置場所は、上野駅1番線、2番線ホームとなっており、実証実験は、12月14日まで実施される予定です。これで、6月15日の KAB ニュースを終わります。